はい、エンペスタンドレス CT125 ハンターカブ、今回入荷分ね、無事全車登録完了いたしました。まあなぜ無事かと言いますと、後ほどお話ししたいと思いますが、で一台はね、先行して納車させていただきまして、お客様にもね、よかったということで喜んでいただきまして、で、他の車両につきましてもね、まあ納車整備完了したものと納車整備待ちとね、それぞれ作業完了いたしましたら順次お客様にね、納車させていただきたいと思います。で、まあその登録のお話なんですけれども、まあこの車両以前にもね CT125 ハンターカブ入荷しておりまして、でその時もね、こちらの福山市の方で登録させていただいて、お客様に納車となったわけなんですが、まあその時はね、まあ 125cc となりますと、この辺りでずっとね5桁のね、ナンバープレートになっておりまして、 50cc はねもう1桁多かったんですかね。で、その前ですね、こちらの車両が入る前に入荷しましたね、時は41000となっておりまして、まあね良いバイクですとかね、良いパパとか、まあいろいろなね、語呂合わせができるかと思うんですが、まあまあそんなねおかしくない番号なんですけれども、で、それからねいくらか日にちが経っておりまして、そうしますとね41で始まっているものがね、42になっているんじゃないかなということで、42かいうことで、ね、で、お客様の方にねちょっと番号が怪しいんですけれどもいうことで相談しましたらね、やはりねお客様によってはねちょっと気にする方気にされない方いらっしゃいます。で四輪のようにね、番号がこう希望番号でね選べればいいんですけれども、まあ市役所の場合はねそういうことができませんで、まあ順番ということで、まあ田舎の方にね行きますと、なぜかね、こうねそこのお店の試乗車はいい番号が取れてたりすることがあったりしますが、まあ福山市の場合はねやはり順番なんで、申し込みした順番でプレートが出てくるというわけでね、ちょっと4は避けてくださいということになるとね、もうすでに頭に4がついてますんで、ちょっと困ったなということで、でプレートが出るのがね、こう本局以外にも、まあ福山市役所ですよね以外にも、まあ何箇所かありまして、でまあ他のところだったらねこう番号がずれててね、4以外の番号、頭がね4以外の番号が出るんじゃないかということで、まあ出勤途中にあるね、師匠もあったりしますんで、順番に回ってちょっと番号聞きましたら、やはり42です。で別の窓口行くと42です。で窓口ってね、ちょっと 125cc の登録で、今何番ね番号は出てますかということを尋ねましたら、あらこの前登録されてね、された方ですかということで、やはりちょっと登録後にね何かしらちょっとね、いろいろあったようで、やはりそういうお話をねされておりまして、やはり頭に42がつくとねちょっと、ね心が悪いかないう感じなんで、これは困ったないで他のね、プレートが出るところ、福山市ですとあと 1,2,3,4 箇所、5箇所であるの、ね、市役所入れたら5箇所ぐらい多分あると思うんで、順番にちょっと尋ねましたら、とあるところやはりね、プレートが出るのが遅れておりまして、まだ39だったんですよね。お、これはいうことで、もうすぐ登録来ますということでね、先月のうちに登録ね、しなきゃいけない車両は、まあ先月のうちに登録行きまして、で、その後ね、他の車両も登録だったんですけれども、いや、お客様にね、今このぐらいの番号は出てるんですけど、やっぱりずらした方がいいですよね、いうことで、あ、それはずらしてください、いうことで、ね、まあ、月またいでね、やはりその4月1日の税金の関係がちょうどね、関わってた時期でもありますので、ずらしてくれということで、
これずらすとね、その間にちょっとね、登録にそこに来られると番号がねずれてしまうんだけどなぁいうことでちょっとねドキドキだったんですけども、今年は4月明けての登録は4月4日からだったんですけども、やっぱり44でちょっとそれはずらしてくれということで、で4月5日ですよね。で今日になって窓口行きましたら、で番号今何番ですか言ったらね、まだ3000番台だった、おお助かったということでね、登録しまして、でもう一台のお客様はねギリ3000番台だったんで、ちょっとすぐもう一台登録いきますということで、すぐお店にね、折り返して登録いきまして、でこのあと何番ですかというとやっぱりね4の番号で、で他の師匠もねやっぱり聞いてみましたら、そちらもねやっぱり4で始まるところでして、4000でやっぱりね語呂が悪いんですよね、これちょっとまずいないよ番号がちょうど出てきてね、これからの登録ですとこの番号になりますということで、やはりもうそこでね登録しないといけないことで、もう急いでね、そちらの窓口の方で全部登録して、3000万台はね当店の方で全部押さえてしまった格好になりましたが、ですので福山市でね登録この後登録するとなると4で始まるね番号になってしまいますので、まあちょっと気にされる方はねやっぱり気にされるかもしれません。でその42で始まる窓口ね、他のとこも聞きましたら、まあ、あとね、何百台かちょっと待ってもらわないと、ちょっとこの番ね、42からは外れませんね、とかいうことは言われ、困ってらっしゃったんでね。で、末尾のね、44はね、多分、こう、除外されてるとは思うんですけどね、当店も、まあ、その44かかるぐらいで、まあ、それもね、狙ってなかなか行けないんでね、ちょっと行った時に、見てみたら44はねどうも外してるようなんですが、頭はねどうも外せないようで、やはりそれがねこう窓口で振り分けられてて、で43というところもあったんですけれどもね、で40のところもあって40もあって、でですので、ちょっとね語呂を気にされる方は、これから登録される方はね、ちょっと気をつけた方が、まあ、福山市に限りますけどね、気をつけた方がいいかもしれません。で、小型二輪になりますとね、車検付きの車両ですとかね、あと、250cc の車両ですね、こちらはまあ、陸運局のね、管轄になりますが、こちらもね、二輪の場合は希望の番号が取れませんので、やはりね、選べないんでね。で、特にね、地方になりますと、大型車ですとね、やはり県外とかがありますので、代書屋さんにお願いしたりするわけなんですが、そうしますとね、どうしても番号を選べませんので、これはね、本当申し訳ないんですけど、ちょっと選べませんという、ね、お客様には申し訳ないですという形にはなってしまいます。で、福山ですとね、お客様がね、どうもこの辺りの番号が欲しいいうところになりますと、まあなんとかね、その辺の日に合わせて行ったりはするんですが、やはり考えてることはね、皆さん一緒で、そのあたりでね、やはりこう、登録出す方が多かったりしまして、で、お客様に聞いた話ですけどね、その狙った番号を取るのに、ね、まあ福山のね、陸運事務所、こちらですとなりますが、福山ナンバーで、そのね、ちょっと自分の欲しい番号、まあ皆さん欲しい番号だと思うんですけど、まあそれをね、取りに行ったら、こう窓口でね、聞きに行くんですけれども、なかなかこう番号が進まなくてね、で、そろそろかないう頃に窓口行って聞いても、またあと何十台ですということで、で、あんまりこう再々ね、窓口にも、まあお客様のね、お仕事があったり、用事があったりするんで、行けないということで、で、まあどうしたかというと、一日、こう、廃車と登録をずっと繰り返していったということはお聞きしました。まあ、一日ね、10台ぐらいは、こう、まあ、時間のね、何時から何時で行かれたとかは聞いてませんけれども、まあ、一日張り付いて10台ぐらいは行けたかな、いうことは言われてましたね。で、まあ、本来のね、まあ、目的いうかね、そういうことは、
本当はねしちゃいけないとは思うんですけれども、まあどうしてもね欲しい番号があるとなると、そういうね、どうも手もあるようです。でそれをねお店にお願いして、この番号ね絶対取ってくださいということでお願いされても、まあ、窓口の方に一人貼り付かせておいて、そのぐらいの番号になったらね出せばいいんでしょうけれども、なかなかねそこまで人を抑えてできないと思いますので、お店でねそういうちょっと番号を取ったりするのはなかなか難しいかと思います。まあ、せっかくね当店で車両の方をご購入いただきますので、納車までの、ね段取りはこうお客様の、ね、ご希望に沿った内容で作業等はねさせていただきたいと思いますが、まあ、できる範囲でね、ご希望にはお答えしていきたいと思います。これからもね、まあ、できないこともありますので、その際はね、ご了承ください。大変申し訳ありませんが、ということで、今回はね、番号取得するにもねちょっといろいろありましたというお話でございました。ご視聴ありがとうございました。